秋冬編で。はい。秋冬編で、日本のこう本当南から北までをババッとこう攻めてみて、で割とね、秋冬っていうのは想像以上に波があったりして、でどこ行ってもね、いい波当たったりできたんでね。土地土地によってその季節も全然違うし、季節が違うってことは景色も違うし、で旬な食べ物とかも違うし、うん、それが一つの同じ日本っていうのがね、割と新しい発見の一つでしたね、うん。今回本当日本をこう回ってみて思ったのはね、まずはやっぱ砂浜がねどんどんなくなってきてる、削られてきてるっていうことですかね。だからやっぱゴミとテトラの問題、それから温暖化の問題っていうのはね、うん、これはもう他人事じゃなくて、あとは僕らもなんかこうもう少しねアクションを起こしていかないと、うん、本当に今まで楽しくサーフィンできてた場所で10年後20年後これできなくなる可能性が本当に大きくなってきてるから、まあ、そこは今回改めてこう実際に目で見て感じることができたのがね、一つの収穫だったと思いますね。生まれ育った国日本を、移り変わる季節を感じながら旅してみたい、そう思ったのは今から2年前。旅をしてみて最初に思ったことは、知っているつもりだった日本が実は知らないことばかりだったということ。人と話し自分の目で見て感じることの大切さを改めて分からされた旅だった。やばいよ。海岸線の総延長距離約34,000キロ、地球半周分以上もある。日本は美しく豊かな海に囲まれた国、47都道府県のうち海に面していないのはほんのわずか。いつでも海は近くにあり、豊かな恵みをずっと与えてくれていた。春の日本の海は実は穏やかだ。そして梅雨時の海は春よりもっと波がなくなってしまうことも珍しくない。しかしその分夏はフィリピン沖で発生する台風の動きによって信じられないようなビッグウェーブになることがある。でも旅の目的はサーフィンだけじゃない。僕の知らない日本を見ること、そして知ることがこの旅の最大の目的。人と出会い、自然と出会い、波と出会う。2007年春、暖かな風を感じながら僕の旅がまた始まった。
いやひどい。もうリアルに自然の力をさ感じるよね。鳥がいないもんね、全く生き物がいないもん。だってあんな壊れてる家とか見ると本当噴火来てそのまま逃げましたみたいな、もうさ家財道具とかさ洋服とかさ全部そのままでしたもん、見てたら。だっていつ噴火するかわからないねえ島に。まあでも生まれ育ったらそうは思わねえのかな。ここで三宅島は2000年6月の大噴火の後全島民に強制避難が命じられ、約5年間島に戻ることができなかった。現在も多くの島民は島に戻らず、観光は大きな打撃を受け、漁業や農業も働き手を失った。そんな三宅島をサーフィンで復興したいと考えている一人のサーファーがいると聞き、会ってみたいと思った。やっぱでかいね、三宅島。山はなんとなく見えるもん。寒い。ああ、なんか被災地って感じですね。うわ、ほんとだ。やばい。これとかやばいよ。大丈夫な家もあるんだ。うわぁ、ガスくせぇ。三宅村よりおします。三宅村で。じゃあ必要ですよね。一応、まあ、村の条例でですね、島へ入るときには携帯するということが一応定められております。してなくても持ってない。そうです、そうですね。2000年6月、火山性群発地震が続いた後、三宅島小山は成層圏まで達する噴煙を上げて水蒸気爆発を起こした。3ヶ月後の9月、断続的に噴火を繰り返す小山の火山性ガスのため全島民に強制避難が命じられた。それから4年半、2005年2月に強制避難は解除されたが、立ち枯れた木が物語るように島はすっかり生気を失ってしまった。三宅島を案内してくれたのは島で生まれ育った宮沢さん。宮沢さんはなかなか復興の進まない島をサーフィンの力でなんとか元気にしたいと考えている。これ58年。そう、あ、結構定期的に20年周期でしてんですね。で、2000年が特にひどかったみたいな話なんです。そう、このガスが出るっていうのはないからね。全島避難の時に都会出ちゃってそのまま帰ってこないみたいな子が多いんですか。うん、そういうのが結構多い。やっぱあとほら子供ができちゃったりすると、はい、ガスがあれで帰ってこないとかさ、子供に良くないから。そうそうそう。ここは昔集落があったんだね。集落がひどいね。怖いね、自然は。驚くもんね。結構常に
生死と隣り合わせみたいな。そうだね、状況なんですね。それでもここに生まれてここで育ったら、ね、ここで生活するしかないもんね。状況がでもやっぱ俺らとは全然違う。やっぱりね、なんで戻ってくるかっつったら、やっぱいいから戻ってくるから、うん、まあそういうことですよね。でもショックだろうな、この景色見たら戻ってきて。嫌でしょう。嫌ですよ、自分が育ったとこは。ねえ、いやー、やばいよ、トゲトゲだよ。なんかまだ俺たちはこうお隣さんの感覚だけどさ、これがここに俺自分家があったらどうすっかな。サーファーやっぱそんなに来ないんですか。サーファーはね、そんな来ない。島自体では結構少ないですか。うん、サーファーローカルはね、今だいたい20人前後かな。なんかね、三宅島でサーフィンするのってそんな感じでしょ。やっぱ友達なんかに言うとポイントあんのなんて言われちゃいますから、ね、そうなんだよね。あー、風強い。サイドだ。この下じゃあ溶岩が埋まってる。ああいうさ、リーフ、はいはいはい、あれが全部こう出てる。ああいうリーフなんだ。もともと伊豆七島では新島や八丈島がサーフポイントとして有名だが、三宅島でサーフィンというのはあまり聞いたことがなかった。ところがそれまで3カ所しかなかったサーフポイントが噴火による地殻変動で10カ所ほどに増えたそうだ。ここなんかいいな、メロで。こことか南東、南東とか東のうねりがいいんですか。ああ、ここはグーフィーオンリー。あそこ大差良さそうじゃないですか。あの色のところ、あそこはサークルってポイントです。なんていうの、サークル、岩棚がまん丸なんですよ。ああ、でもちょっとちっちゃいね、うねりが入ってきてないね。ちょっとなんか怖いね、景色が。カラス飛んでる。うわー、ここでサーフィンしてみてーな。うわー、岩出てるよ。怖い。またこの景色は見たことないね。ナイス。まあ日本もあったけどこれはないですね。素晴らしい。周りいいな言われてるじゃないですか。今はね、そこじゃなくて、大木のことあるじゃないですか。はいはいはい。それの斜めのところ。なんかシークレットなポイントでサーフィンやってる感じだね。やっべえ、こんなでかい魚生まれて初めてかも。よっしゃよっしゃ、いただきました。釣り番組っぽい。釣り番組。イエーイ。ありがとう。ブレブレだもん。イエーイ。びっくり、超嬉しい。すげえのよ。こんにちは。いただきます。どう、これでもかおい
しい。とりあえず、わお、わー、すげー、すげー。あー、これは東京じゃ食えねえな。食べね。で、やっぱり自分のホームっていうのはやっぱ、俺が生まれて、そう、育ってきたところってすごい大事で、俺の中ではね。でも、そのあれかな、そのこんだけフィールドが変わっちゃったところってやっぱ受け入れなきゃいけないところだし、やっぱ失われていく自然もあるし、また開発していくサーファーの地下の自然っていうのもあるわけじゃん。やっぱ文化があるところにやっぱかなわないし、だけじゃないんだよね。でもなんかちょっと自分もちょっとね、背伸びして頑張った分、そういう文化がちょこっとでもここに根付いてくれれば、それでまた残りますから、必ず、必ず残りますよ、ね、子供たち、三宅にこのわずかなさ、小学生、中学生、高校生がいるわけじゃん。その中のやつらに選択肢が増えるわけじゃん。サーフィンっていう遊びのさ、選択肢が楽しめる。そう、それってすごい大事なことだと思うし、やらしたいよね。そう。風が止んでるね。寒いっすね。まだ。波が読めないですよね、島は。難しい。湘南だったらこれぐらい、昨日ぐらい吹けば絶対あるもんね、最近。なかなかやらせてもらえないですね。でもさ、うねりがあっちから来るな。変わってんだよね、うねりが。なんかよれてますね。天気いいね、今日。満潮になった。ほら、あれできるじゃん。本当だ。わあ、やっと波だし。通単ぐらいで。波は期待するほど良くなかったが、初めての三宅島。サーフィンができるだけで嬉しかった。海入るときに結構黒潮が三宅ってすごい当たるのね。で、結構海難事故とか。すごいその辺であるから、それをちゃんとこうお米をまいて線香あげて供養してで入る。三宅の人が海に入る前に必ず行う花入りという儀式。東京から約180キロも離れた三宅島、ここもまさしく太平洋の真っ只中といえる。そんな小さな島に暮らす人々がこの大きな海を前にして自身の安全を祈るのは当たり前かもしれない。普段何気なく入っていた海が実は危険を伴う大自然であることを今改めて感じ、身の引き締まる思いがした。三宅島に広がっていたのは、僕がこれまでに全く目にしたことのない景色だった。地球誕生から永遠と続く原始の営み、地球というこの生命が今も生き続けていることを、こんなにリアルに感じたことはなかった。三宅島では約20年おきに火山活動が活発化するそうだ。その度にこの小さな島はとても大きな被害を受ける。溶岩が田畑を覆い尽くし、家は押しつぶされ、
人々は多くのものを失う。それでも自分が生まれ育った島を愛し続け、島に何とか元気を取り戻したいと頑張っている人がいた。僕はそのことに感動したし、その人がサーファーであり、サーフィンを心の糧としてなんとか前向きに生きようとしていることを知って、ものすごく嬉しかった。自分だけのことでも、今だけのことでもなく、島の未来を担う子供たちの将来のことまで、その人は考えていた。それは誰にでもできることじゃない。この旅の収穫は間違いなく宮沢さんに会えたことだ。三宅島と宮沢さんを応援するために、僕にできることをこれから探していこうと思った。身近に自然の、ね、脅威を感じる島だとは来る前は思ってなかったです。次回の海から見た日本は、伊豆七島、新島と八丈島への旅。新島では島のレジェンドと語り合い、八丈島では最高の波に出会います。お楽しみに。すごい、番組をご覧の方に DVD 海から見た日本第一章秋冬編とサイン入りステッカーを抽選で3名様にプレゼント。詳しくはこちらまで。